今日はね青物をメインに、釣っていきましょうということで、僕がね普段使っている青物の泳がせの仕掛け、これがね商品化されました。海上釣り堀マリンボックス青物自在泳がせ仕掛け、まあ、どういうふうに、普通の青物仕掛けと違うのかっていうのをもう今竿にねセッティングしてあるんで、ちょっとね、そちらの方で見ていきましょう。こんな風な仕掛けなんですけれども、まあ、仕掛けの部分、左側にね針があります。右側が、クッションゴムです。でここ一本のハリスの中に、見てもらうと捨て重りがセットされてます。これがね自在に動くという、これギューッと動くというのが今回の仕掛けの最大の特徴です。よく釣り堀で棚がもうこの棚しかいないよみたいな時ね、餌が上の方行っちゃったり下の方行っちゃったりすると食わないんで、こういうふうに針と捨て重りの位置を短くしてやると棚をキープすることができます。そして逆に大きくね動いてアピールで釣るときはこれをぐっと上の方まで上げてあげるとギュッと大きく動くようになります。だからまあこれが一つの仕掛けで、棚をね、広範囲に探る、狭い範囲を探るっていうのが、できるというのが、この仕掛けの、特徴になります。これはもう早速食いましたね。よいしょ。はい、アゴです。よいしょ。ほい、入りました。この棚をね、自由にできるっていうんで魚がね一定の棚を泳ぐ、その理由としてはここに魚をつけます。そうすると逃げるときに下へ逃げよう下へ逃げようっていうと上についてる浮きを引っ張らなきゃいけないんで、そうすると浮きの抵抗で沈みにくくなります。そして上へ逃げよう逃げようってすると今度重りの重さを拾わなきゃいけないんで、そうすると上へも逃げられない。そうすると魚は自動的にこの棚だけを泳ぐようになります。ですんで、棚をキープさせやすいっていう仕掛けがこの仕掛けの特徴です。おお、いった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 。はい、食ったよ。はい、入りました。はい、棚に入りました。泳いでます。おお、いた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 。よいしょ。はい、入りました。だいたいね、スタート時、僕がやるときは、まあだいたい30センチぐらいを基準に、どういう時に、短くしたらいいのとか長くしたらいいの、よく冬場とかもう魚がベタ底でしかいないよとか狭い棚にしか泳がないよっていう時は、まあここの幅をまあそうだね20センチから30センチぐらい、このステイトまでのね距離、それであと夏場とか、そうだね、活性の高い時で棚がある程度棚に厚みがあるっていうか、上の層でもちょっと下の層でも食うよみたいな時は少し長く取ってあげて餌を大きく動かして、アピールをさせてやりたい、自在に動かせる位置を調整していただけると釣果が伸びます。ぜひ皆さんもねこの仕掛け使って青物をね釣ってみてください。